みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回は、私のモーニングルーティーンを撮っていきたいと思います。ということで現在は6時50分ぐらいです、ね。はい、目覚ましはいつもかけてなくて、はい、起きてます。普通に今日は6時50分ぐらいに起きました。ということでね、起きたんですけど、私はね8時ぐらいまで部屋から出ないので、ちょっと今から漫画を読んでいきたいと思います。8時ぐらいまで誰も起きなくて、8時にみんなで起きようねって話になってるので、はい、それまで漫画を読みますね。ということで今からお風呂に入りたいと思います。あ、そうそう、あれから漫画を読み終わって、ヒロアカね読み終わって、でご飯先にするかお風呂先にするかって話し合った結果、お風呂先になったのでね、はい、お風呂に入ってきます。で今日着るのがね、このシーンで買ったこの赤いシャツに、このねズボンですよ。このちょっとまだシワなんだけど、もしひどかったらね、アイロンしたいなと思うんですけど、とりあえずハンガーにかけてたやつです。これでも一応で、これをね履きたいと思います。ということで履いてきます。はい、ということでお風呂からね出終わって着替えて、あと顔もやっちゃいました。で今からね出かけたいと思います。顔でーす。ただ今日急いでて、まだまつげとかできてなくて、二重の調子が悪いのと、ドリップもバセリン塗ったぐらいしかし、あとあれね、あのベースでね塗るんだけど、いつもそれしかやってなくて、それはね車とかでやりたいと思います。じゃん、着きました。はい、これで行きたいと思います、はい。この先はまた別の動画になります。お出かけ行ってきます。あ、そうだ、ちょっと朝ごはんにリンゴを食べました。あ、食べました。ごめんなさい、もうちょっとバタバタしててそこ動画撮れませんでした。ごめんなさい。ちょっとね朝ごはんに軽くリンゴだけ食べてます。はい、美味しかったです。はい。シャキシャキしてました。ね、レッツゴー。